はい、こんにちは、MD ジャックです。アイです。耳の妖精ミミです。はい、今回は KZ の TWS キャロルです。 KZ の TWS は最近エクストラのレビューやったよね。また出たの？そういうことね。KZ の TWS といえば優先モデルのような形が特徴だったのに、今回はうどんタイプで攻めてきたのか。私はうどん好きだけど、スティックタイプって言わないと愛に怒られるよ。別に怒りはしないけど、ジャックさん、できればスティックタイプって言いましょうか。つい癖が出ちゃうんだよな。スティックタイプ、了解。内部のパーツも見えるのか。クリアスティックだ。エクストラは1万クラスのモデルで、 Bluetooth バージョンは 5.4、 コーデックが AptX Adaptive にも対応してたけど、キャロルはどうなの？ Bluetooth バージョンが 5.3、 コーデックは SBC と AAC ね。このあたりはスペックを落とし、価格を5000円台とリースナブルにしてるようね。ふーん、エントリーモデルと言っていいのかな。いいでしょうね。ジャックさん、聞いた感じはどうでした？第一印象は結構良かったよ。低域が重たい感じなんだけど、ボワつかず芯があったね。これですかね、高度な低音増強技術。うん、普段そんなに低域が欲しいとは思わないんだけど、キャロルの低域はこういう資料を読む前からいいなぁと思って聞いてた。それを実現しているのが超リニア交帯域内置型ユニット、他社の上限が当社の最低基準であるなんてすごいこと言ってるよな。完全独自開発、量産型なんだってよ。へえ、量産型なら今後優先モデルにも搭載されるのかもね。キャロルは Bluetooth バージョンとコーデックが上位モデルのエクストラほどではないんです。エクストラみたいにレースブーストモードもゲームモードもないもんね。うん、価格がエクストラの半分ぐらいだからね。でもノイキャンは頑張ってますよ。約 55dB の深海レベルハイブリッドアクティブノイズリダクションですって。 KZ の TWS もノイキャン搭載が当たり前になってきたよね。やっぱ搭載してないと勝負にならないからね。かなり効きそうじゃん。期待していいのかな。 55dB って数字はエクストラと同じだね。期待していいんじゃないか。夜外歩いて音楽かけずに試してみたけど、車とかバスの走行音は低域がほぼカットされてたね。外音取り込みも強すぎず弱すぎず自然な感じで悪くない。キャロルのステム先端は楕円タイプだけど、バンドルイヤーチップだと体質の問題でかぶれそうだったんで、セドナイヤーフィットマックスをつけてたんだ。夜になるとセミに変わってケラの鳴き声が盛大で、調べてみるとその周波数が 2.5kHz ぐらいらしい。でノイキャンオンでもケラの鳴き声がバンバン聞こえてた。低域中心の効果なんだろうから、そこは仕方ないね。風の強い日だったから風切り音はそれなりに聞こえた。こういう場合はノイキャンオフにするしかないかな。スタンダードモードですね。そう、自分の感覚では驚くほどの効果とは思わなかったけど、実用十分なレベルだと思ったよ。なるほど、暑い中お疲れ様でした。充電ケースは KZ の TWS お決まりの丸型で、サイズも既存の TWS と同じと言っていいでしょう。本体のバッテリーは 40mAh でエクストラと同じ。重さは片側実測 4.7g、 本体プラス充電ケースで 53.3g。 透明性とテクノロジーをデザインの美学とし、シェルデザインを透明にしたんですって。それにしても虚偽の宣伝は一切なしってなんだ。そんなの当たり前じゃん。なんか変なの。まあまあ落ち着こうよ。本体稼働時間は SBC 接続、ノイキャンオン、普段聞いている音量で4時間弱でした。ただし Bluetooth バージョンが家の環境は 5.1 なので 5.3 で接続すればもう少し伸びたのでしょう。あとは通話ノイズの低減ってやつか。ジャックさん、これは試してないんだよね。そう、通話はほぼしないんで資料だけ見ていただければと思います。ここからは波形を見ながら進めるよ。イヤーチップはバンドル品が同音感に収まらず、マイイヤーチップもほぼ全滅だったので、ファイナル E、TWS だけしか測定できなかったんでご了承ください。まずキャロルのノイキャンオフから。なかなかいい感じのカーブに見えますが。そうだよね、低域のピークがあまり下の方じゃない分、存在感が大きく前に出る感じだったのか。中域の落ち方も極端ではないですよね。そうだね、優先モデルっぽいね。2キロあたりからの立ち上がりがちょっと遅めだけど、5キロまでは割とよく見る傾向かな。それ以降のカーブは、あれ、この辺のピーク6キロ付近にあって、その先が落ちてるよ。ちょっと珍しいね。だいたい7から8キロあたりが多いじゃん。確かに、だからなのかな。なんとなく小域が少し痩せて聞こえるような気がしたんだよ。常にではないんだけど、低域に比べると線の細い感じ。そうなんですか。次はノイキャンオンと重ねるよ。重なってる部分は少ないけど、おおむね同じカーブの傾向と言って良さそうだね。いいんじゃないかな。ノイキャンオンの方がちょっとレベルが上がるんだけど、1デシベル以下だったから聞いてわかるかどうかってとこだね。サウンドチェックは上位モデルのエクストラとの比較でいいんですよね。そうだね、そうしよう。波形比較はこれね。なんかこの帯域以外はほとんど重なる部分がないんだね。攻撃のキャラが結構違いそうね。早速聞いてみましょう。収録時 Bluetooth の電波干渉でノイズを拾っちゃったんで、ところどころちょっとノイズが聞こえちゃうけど勘弁してね。 TWS はいつも苦労しますね。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
night when the daylight's gone and you start to feel the vibe. Let me take you out tonight. Grab your keys and your phone, that's all you need tonight. You don't need no more honey. You don't need no more honey, no. Let me take you out tonight. Take you out tonight. Take the weight off your shoulders. You should wear that grey shirt, jeans, some loafers. A little Jean Paul Gaultier kind of spray. No lady, there's some honeys out there that might wanna hold us. Yeah. Approach us, why? エクストラがキンキンしてるってことじゃないの？多少はあるかな。エクストラの3キロ以上のカーブはあまり落ちるところがないから。ただそうだとしてもキャロルがちょっと弱めな気はするね。スマホの USB オーディオプレイヤーで視聴したんだけど、内蔵 EQ で低域を少し落としてみたのね。効果あったの？うん、やっぱり低域が前に出過ぎな感じだったんだね。こんなセッティングで中高域以上とのバランスが良くなった感じ。でも低域の質感自体が結構いいと思ったんで、絞るのもったいない気もしたし、低域好きな人にはこのままのバランスでもいいと思った。で、低域を絞ったセッティングでエクストラを聞くと物足りなくなっちゃったんで、エクストラは低域 EQ 使わなくていいわ。それとエクストラは中高域以上に厚みがあるね。ということはやっぱりキャロルの弱点は中高域以上の細さなんですか？個人的にはそう思う。それと6キロあたりにピークがあることで、高域のキャラが普段と違うことに最初戸惑いは感じたね。でも EQ でちょっと低域を落とすだけである程度そこは補えるし、響き自体は結構いいんで、 SBC でも結構よく響くなーなんて思いながら弾いてた。外出時はしばらくエクストラと交互に使ってみようと思う。 KZ の5000円台の TWS にもノイキャンが搭載されて、結構他メーカーと勝負できるようになってきたんで、気になったら買ってみてもいいんじゃないかな。そうですね、5000円台なら買っておこうかな。ジャックさん、細かい EQ セッティング教えてくださいね。もちろん OK だよ。ということで、KZ の TWS のエントリーモデル、キャロルのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルは、イヤホンレビューを音と波形いった言葉で表現します。チャンネル登録、お願いします。